どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ3分間ガズレレリズムのレッスンプログラム、始めていきましょう。今回取り上げたいのは16ビートのチャのシンコペーションなんですけど、16ビートのチャのシンコペーションは大きいシンコペーションとちっちゃいシンコペーションがあります。詳しくは16ビートのシンコペーション概要欄に貼っとくし、ちょっとこの辺にも貼っとくんですけど、2パターンでやっていきます。テンポは100で時間は3分でございます。いきましょう。C を押さえてください。1,2,3,4. まずはね、ちっちゃいシンコペーションから F です。わかった？早いですよ。次 G7 アップでシンコペーションです。 C しばらくこれでいきます。 Am Em7マイナー、ちょっと難しいよこれ。 C E7 A マイナー C7 ちょっとコードの前し早くしていきましょうか。 F から G7 C から A マイナー FF G7 C A7 D マイナー、すごいでしょ。 G7 次は大きいシンコペーションに変えていこうから C いきましょうか。ドンドンバカツドス F ドンドスバカツ G7 C ドンドス、大きいの分かった。 A マイナードンドスバカツ D マイナー7ドンドス F です。ドンドスとタカタカと C ドンドスとタカ D7 ドンドスとタカタカと C ドンドスとタカタカと C7 ドンドスとタカタカと F ドンドスとタカタカと D マイナードンドスとタカタカと C ドンドスとタカタカと A マイナードンドスとタカタカと C ドンドスとタカ、すごい疲れるね。ちょっと休みましょう。普通の16ビートのチャです。もう一回いくよ。じゃあ次は F でちっちゃいシンコペーション、せーでん、トゥー、スリー、フォー、ドンドスバカツ G7 ドンドスバカツ C ドンドスバカツ C、 あ、そのままだった。次 A マイナードンドスバカツ E マイナー7 F、 次は C、 じゃあ次大きいシンコペーションで A マイナードンドスバカツ C ドンドスバカツD7 ドンドス G7 ドンドス C ドンドス A マイナードンドス E マイナー7ドンドス D7 ドンドス F ドンドス G7 C ですドンドス終わり。これは難しかった。このシンコペーション16ビートのチャでやる場合は、大きいシンコペーションとちっちゃいシンコペーション、ちっちゃいシンコペーションはドンスクタカツカスカスカタカツドンドスク、大きいのはドンスクタカツカスカスカタカドンドスク、ちょっと微妙な違いですけど、これ曲によって、ね、いろいろこう決めというかシンコペーションの感じが違ってきます。この使い分けとリズムキープ、体を揺らして楽しんでください。さあこの3分ガズレレリズムトレーニング、シリーズになっててもたくさんの動画が上がってます。詳しくはですね、このね概要欄に貼ってるご案内のページを見てもらうといろんな動画も あるし、ちょっと注意事項も書いてあるんで、ぜひご確認してやってみてください。今日のこれはかなりね高難度だと思いますけど、楽しみながらやってくれればいいなと思います。1日3分でね、じわ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 、楽しくリズムレベルアップしていきましょう。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。